では、みんなでデジポ健康法の時間がやってまいりました。今日のゲストは、大月、もう教授じゃないんだ。そうですね、元教授。教授じゃないんですけど、一応長くやったんで名誉教授をいただきました。素晴らしい。まあ、教授のままでもいいです。岡山県倉敷市にあります川崎医科大学の名誉教授であらせられます、はい、大月先生です。ようこそ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先生にはね、もともとネットラジオでね、一緒のネットラジオで、そうですね、はいはいはい、一緒に遊んでた経緯から、はい、僕がディジュポ健康法のエビデンスが欲しくて、はい、あれ 5,6 年前ですかね、もうちょっと前かな。どれぐらい前でしたっけ。まあ、やった期間もあります。うん、結構前、もう、そう。ぐらい前になりました。うちの岡山の事務所に来ていただいて、3時間ぐらい説得して、はい、はい。じゃあ、やってみようかとかって。いい結果が出たら、論文書くぐらい頑張ってみるよとか言ってくれて、論文を書いてくださいました。はい、イェーイ、はい、書きました。すごい。僕は本当に、本当にあれはね、先生ありがとうございますって言うと、実はそれも自分の業績になるからいいんですよって言ってくださるんですね。そういうもんなんですか。まあ、もちろんそうですね。世界初でしたもんね。あ、ディジュリジュで、ヘルスプロモーションというか、そういう意味合いでは初めてでしたね。ね、世界初で。はい。はい、で、なんと、ポムズテストというね、筆記のテスト、気分が分かるテストと、はいはいはい、唾液アミラーゼの数値を出す機械と、はい、血圧と、あとタスナインビューっていうね、ここにあれ血中酸素濃度ですか。あ、あれは自律神経、脈拍を取って、心拍の、はい、心拍あれで脈拍を取って、はい、自律神経系がどちらが優位になってるかみたいなことを測る機械というような、はい、した、はい、その検査をしてディジュポ健康法をやって、でそのアフターを取ってというのを1人3ヶ月ずつ20人ですね。なかなかね、大変でした。あ、大変でした。ありがとうございました。いえいえいえ、なんか2年ぐらいかかっちゃいましたね。あ、まあそうですね。でもまあそんなもんじゃないですか、ね、そうですかね。はい、はい、で、その結果が良かったということ。なんか今日あれですか、なんかその用意してくださってるんですか。待ってください。それで用意してるつもりなんですけど、画面共有を、僕画面共有を許可しなきゃいけない。ちょっと待ってね。はい、画面共有の許可しました。これでできると思います。ですね、まずはこれでですね、はい、できました。これ、2019年にパブリッシュされました、はい、インターナショナルジャーナルオブエンバイロメントリサーチアンドパブリックヘルス、まあ、こういう長ったらしい環境研究と公衆衛生みたいな、はい、雑誌で、そこにここにあるようにジュジュリッヘルスモーションメソッド、インプルス、ムード、メンタルストレス、アンドスタビリティオブオートノミックナーバスシステムといって、うん、ディジュリの、健康プロモーション、健康促進法は、はい、気分、メンタルな状態、メンタルストレス、それから自律神経系の安定性を改善しますよというタイトルで、論文が出ました。で、僕の名前を一応一応最後に付けさせていただいてますけど、ここにトシさんに入っていただいています。はい、僕の名前も入ってます。はいはい、ほとんどトシさんの方で、やっていただきましたけど、あと解析とかはの教室のスニー先生、はい、それからテクニシャンの翔子山本さん等 に、はい、に関与してもらったんで、うん、まあ、彼女の筆頭の論文ということになって、ね、というふうにずずずっと、なってます。これはフル、
フルテストでもすぐ、あの世界中の誰もが見れるようになって、ね、全文見れるようになってて、こうやって、フルテキストで、ずっと見ていただけるようになっているということです。全文英語ですからね。英語、英語ですね。はい。英語ですけど。英語ですからね。で、ですね、この下の方かな。あ、じゃあ、戻った方がいいかな。ここですね。あ、今ですね、どれぐらい、これ、うん、たまたまですね、統計が出てるんですけど、ああ例えば、はい、観光、この通常にこの雑誌として刊行されたら、現在ですね、はい、ここが19日、1月19日ですね、はいはい、現在までに、1963人が、ほう黒線ですから、登録を読んだ。読んだ、うん、後ろ見たと。ほう、2000人近い人が。はい。それから、1169人の人が、はい、フルテキストを見たと。ダウンロードした。ダウンロードしたかどうか、もう、ダウンロードしようがしまいが見れますので。ああ、そういうことか。うん、うん。すべてを、ダウンロード、うん。すべてを全文読んだ人が1100人 ?1160 人。1160人。はい。世界中で。世界中で。すごいな。で、将来だけでも見た人は2000人ということですので、うん、まあまあまあ、読まれてるのかなっていうことと、うん、ダウンロードはここで、これをクリックすると、PDF でダウンロードできるようになってるシステムですので、はいはいはい、ここをダウンロードしてもらえれば、手元に残せるということがありますけども、ね、まあ、いずれにしても、そういう形で、かなり見てももらってるし、はあ、結構これで、ね、うん、これにの次の論文書かないかみたいなメール、まあこれは向こうの雑誌社の戦略でもあるんですけど、なるほど、まあまあこれに関連しては次の論文は打ち出してよとか、なるほど、そういうメールも時々届くみたいな感じにはなってる。なんかいっぱい外人からメール来ますよ。すいません、大沢にみんなに言ってるんだこれメールアドレス書いてあるから毎日来ます。そうですね、メールアドレスはね、やっぱりオープンにしないと、うん、オフィシャルなメールアドレスでオープンにしとかないと、うん、雑誌に載せてくれないって、そういうことですね。論文全体を強調者は、その素性を氏素性をちゃんとまびらかにしておかないといけないということがありますとにかくね、1日10件以上来ます、はい、未だにそんなことです。はい、はい、ありがとうございました。これはだから、はい、世界的にも評価の高い論文だということですね。あ、そうですね、評価してもらって、このジジュリジュに関しては、うん、これも睡眠時無呼吸症候群に対して、はいはい、ジジュリジュを吹かせたら少し良くなったよっていうような論文はあったんですけど、ありましたね。うん、ジジュを吹くということ、うん、まあ、体操とかも含めて、すが吹くということ自体で、うん、健康増進につながるという観点の論文は全くなかったので。初めてでしたね、世界で。初めてです。うん。これがすごい、すごいっていうことですよね、結局。そうです。まあ、観点もすごいということですね、うんうん、一つは。他の人があんまり思いついてなくて。うん、で観点がすごかったから良かったのと、うん、まあ、検証してみれば、それなりに、うん、まあ、これ、投稿するときには、この領域の専門家が一応、この論文どうかって、うん、ここはこう直した、ここはおかしいんじゃないのと、そんなことを、うん、まあ、言っていて、うん、2、3回やり取りして、ようやくこう最終形になるんですけども、うんうん、まあ、まあ、そういう人が、まあ、この結果は、このビジュビジュの効果としてくって、まあ、世の中に公表しておいたら、うん、役として役に立つだろう、健康科学として役に立つだろうと判断したから、最終的に受理されてこうやって載ってるということになりますので、素晴らしい、いいことだと思います
ありがとうございました。一旦共有を停止しましょう。はい。はい。そんな感じでした。これ本当にね、僕奇跡ですよ。これ奇跡かどうか。いや、エビデンス出してもらおうと思ったら本当大変でしょ、普通は。まあ皆さんされるんですけど。いやー、そうそうできない。いや、でもね、あのちょっとね、うん、5人とかに。ゼミの学生使ってちょこちょこっとやるようなのは多いんですけど、それとまあ大学の起用とか、そういうレベル書かれるケースあるんですけど、まあやっぱり同じやるならきっとやって国際的に評価される論文にしないと、まあやる意味もないしというか、まあ手前味噌で終わってしまっちゃいかないから、ということでもあったんで、頑張ってプランも打って、ね、そしたら相当努力していただいて、いやー、あのね、本当15人ぐらいまではね、割と1年ぐらいでいけたんですけど、あと5人がなかなかね、はいはい、最初の1ヶ月がね、週に2回事務所に来てもらわなきゃいけないっていう、そういう、あそこが結構ハードルが高くて、なかなか協力者がね、しかもディジュリドゥ吹いたことがない人っていう条件もあったんで、なかなかあれでしたけど、まあまあなんとか20人ね、やらせやってくださって、ちょっと共有してみますけど、こんな感じで優勝でしたよね。はい、なので、そう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 、いろんな測定、下にさっきトシさん言われました血圧と脈拍、気分のアンケート調査みたいなやつ、はい、唾液のアミラーゼでストレス、はい、でパルスメーターみたいなやつで、自律神経バランスを測定するんですけど、はい、普通こういう実験って対象群とやった群みたいなのを置くわけですよね。何にし、何か介入した群と何にもしてない群。してないのとね。うん、例えばですね、大阪のおばちゃんは納豆食べないから骨が脆いよというのがあるんですよ、本当に。で、その時に、じゃあ大阪のおばちゃん500人集めて、普段通り納豆食べない生活を6ヶ月してもらう。はい、残りの500人は食べて、週に2回は食べ続けて6ヶ月経って、はいはい、6ヶ月後に骨の強さとか、その間の骨折のエピソードとかそういうのを調べるっていうのは普通よくやるんだけど、そうですね、そこまで人数が得られないので、うん、今回の場合はその介入する前に2回ご本人のデータを取らせてもらって、まあそれを一応対象という形にしたと。なるほど。いうこともあったので、この事前に2回もやらないといけない、うん、で、まあ、影響としたら最初こう回数積んでやっといた方がある程度出るかなっていう話もあったので、まあ、週2回最後はやりましょうと、うんうん、いうふうななったんで、これ1人3ヶ月で結局20名したっていうのは、かなり大変だったと思いますけど、大変でした、お疲れ様でした。いやでも本当にね、これできたからね、できたから、あの、なんて言うんでしょう、協力してくれて、まあ、にもなったということですね、ありがたかったですよ。すいません、ありがとう。いや本当ね、大月先生には本当お世話になって、もうあのなかなかね、言ってもそうそう健康法でエビデンスがちゃんとある健康法ってなかなかないみたいで、あ、ないですね、あのすごく評価高くあの、してくださってるし、あのおかげさまでね、あの、はいはい、川崎医科大学に事務局っていうか、いつも最近コロナで行くことなくなってオンラインの会議になったんですけど、あの、はいはい、日本統合医療学会の岡山支部のね、はいはいはい、はい、ね、あれの役員にも僕2年前からしていただいてね、このおかげで、はい、あのドクターとのつながりがどんどんできて、本当はね、もっといろいろ検証してくださるドクターたち2年前からおられたんですけど、コロナでね、全部止まっちゃって、あ、コロナでちょっとやっぱり吹きますからね、ね、これがね、だからまた収まればね、あの、
認知症にもいいんじゃないかとかね、緑内障、白内障にもいいんじゃないかとかね、いろいろなことを言ってくださる教授の方々がそれぞれ東北大学の医学部とか広島大学の医学部とかね、あと山口のドクターとかも、睡眠時無呼吸症に関してはね、チューリヒ大学の教授が論文出してるけど、まあ、日本国内ではその検証はされていないので、それを検証したいというね、ドクターも複数いてくださるんで、まあ、今後ね、またさらに広がっていくかなっていうのがあります。でもこの気分好転、ストレス解消、自律神経バランスが、とこの自律神経バランスが整うって実はすごいことみたいですよね、まあ、すごいと思いま医す学ね。的には。それを、まあ、確認できたのは良かったですね。ねえ、本当にね、もう力になっていますので、これをね、ちゃんと世間で役立てていきたいということで、去年の3月からオンラインサロンも作り準備をして、去年の10月にグランドオープンしたんですけど、まあ、まだまだこれからコンテンツも増やしていかなきゃいけないんですけど、またね、オンラインサロン、ハッピーディジュワールドっていうんですけど、そこでもまたちょっと大槻教授に登壇していただいて、ちょっと講演をしていただこうかなと思っております。まだまありだがことのうございます。先、先生、甘えさせてもらいますよ。いえ、こちらこそ。全然ねえ、 OK です。よろしく。今日はそう、教授、まあ、元教授になられて、今はドクター、お医者さん、もう単クリ純ニックなの。クリニックの一内科医をしておりはい、まお医す。者さんとして、日々社会のお役に立たれているわけですまあ、けれそれどがまも。たね、岡山県で一番人口規模の小さな 村なんああ、ですけど。大事ですね、でもね。まあ、村中の一人医師をしてるんで。それまはたまたそね、れで。ぜひ、ディジュッポ健康法も先生のところで、そうね、やですね。れたらなと思ってるので、最近僕、ちょっとほとんど東京なんですけど、毎月岡山は帰りますので またまあ、岡タイ山かミンらグ合2わ時せ間て。弱ありますけどこ？どこなの？ど、岡山県真庭新庄村って言っあ、て、新庄村ね。新庄村の蒜山、町のなんか、凱なんだっ旋け。通りっていう。新庄村で女性でなんか町づくりのことやってる担当者、昔会ったことあるな。新庄村もね、頑張ってますよね。そうです、そうです。なかなか遠いところですけど、まあ、はまい、た、遠いです。雪深いところです。雪が降らなくなったら行きます。ですね。いやー、また頑張って。でも、町の方にも来たりするんでしょ、たまには。家族は倉敷にまだ住んあ、でまそうすかね。そう単か。身なんで、わかりました。時々。でね、先生、このみんなでディジュッポ健康法っていうこの YouTube の番組なんですけど、ゲストの皆さんに健康の秘訣は？というふうにお尋ねしております。大槻先生にとっての健康の秘訣は何でしょうか？結構好きなことを好きなようにやってます。おお、今日ね、先ほどね、ゲストで出た人と同じことを言いました。 好きなことを好きなようにやる、やっぱりね、これかまあ、な。もちろん、いろんな、いいことがやれる機会を、周りの方が一緒にうまくセットできたりとか、今回、まあ、やっぱり、裏に移って、今まで大学に研究者から、全く内科医、医師、一回の内科医になったんですけど、それはまあ、それなりにやっぱりお話があって、受け入れてくださった周囲の人がいらっしゃって、かつそこで働く自分の働き具合を自分でも好きだよと思えてることがいいなと思ってます。なるほどね。素晴わらがしい。ままにやってるわけじゃなくそうですね。ちゃんとね、周りのこともちゃんと鑑みて、その中で、だから自由奔放、勝手気ままっていうことではないということですね。ちゃんと、まあ、節度の中で。
常識の中でということですね。でもますます先生若く見えますよ。あの髪が染まってるだけです。はい。今日はでもお忙しいところね、ありがとうございました。なんか会議もあったりで。はい。はい。また先生、はい、よろしくお願いします。はい。こちらこそよろしくお願いします。お呼びしますので、はい、ありがとうございました。はい。はい、ございました。どうもありがとうございました。大月先生でした。はい。失礼します。救世主。はい。はい。みんなでで十歩健康歩。今回のゲストはですね、本当大変お世話になりました、川崎医科大学岡山県倉敷市にあ岡山県倉敷市にあります川崎医科大学の名誉教授となられました、退官されまして、今は、新庄村、岡山のねちょっと県北の方なんですけど、そこのクリニックのドクターになられました大月先生に出ていただいて、なんと大月先生が書いてくださった論文の解説をしてくださいました。そして健康の秘訣はやはり好きなことを好きなようにやる、ただ勝手気ままに好き勝手やるわけじゃないと、ここはやっぱりさすが名誉教授ですね、人に迷惑かからないようにという前置き付きでしたけどね、まあ、本当それはやっぱストレスが なるべくない生活をするということだと思います。こうやってね皆さんの健康の秘訣を聞きながら、一人でも多くの皆さんの健康的な生活に 役に立つようにというみんなでで10歩健康法という番組、これからも続けてまいりますので皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。健康。